絶好調の大谷選手へのリスペクトがついにこんなレベルにまで達してしまいました。最近、大谷選手への敬意を込めたコメントを発信する敵チームの監督たちが続出しているのです。一人の選手がメジャーの重鎮たちをこれほどまでに胸熱にさせてしまう前例があったでしょうか。そこで今回は直近で起きている敵軍監督を感落ちさせてしまう大谷劇場をご紹介していきましょう。敵将からの敬意が止まらない敵軍監督を胸熱にさせる大谷の真骨頂、それはロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手がシーズン54号本塁打を放った日のこと。9月27日の敵地デンバーで行われたその試合で、大谷選手は1番 DH でスタメン出場。豪快な一発は6回ノーアウト2、3塁の場面で生まれました。高めに浮いたチェンジアップを逃さずに振り抜き、4試合ぶりの54号を叩き込んだのです。打球速度は 103.4 マイル、約 166.4 キロ、飛距離436フィート、約 132.9 メートル、打球の角度は34度。自身も確信歩きをするほど打った瞬間にわかる豪快なアーチでした。この試合で大谷選手は5打数4安打4打点1盗塁の大活躍。試合後、大谷選手の驚異的な実力を見せつけられたロッキーズのバド・ブラック監督がこんなコメントを残しました。若手であろうがベテランであろうが、大谷は MVP 級の1年を過ごしている。彼は卓越した選手だ。午後に話したが、彼は本当に本当にいい選手だ。これを聞く限り、ブラック監督は違うチームでありながら大谷選手のプレーをずっと注目してきたのかもしれません。まるで1年の活躍を見守ってきたかのようなコメントでした。さらに、いい状態で打席に入るとヒットを何本も打ったり、いいスイングをされる。それを今晩ご覧になったと思う。なので、とてもいい球を投げ切らないといけない。この1週間ほど彼は打ちまくっている。彼はめちゃくちゃ打ちまくっている打者だ。負けたチームの監督がここまで相手チームの選手を分析し語ることは異例。チームの投手陣に同情するかのような発言もあり、大谷選手との対決はまさにお手上げ状態だったということなのでしょう。実はブラック監督がそう発言するまでには伏線もあったのです。敵監督も脱帽。ブラック監督が語った大谷選手への驚愕の瞬間、遡ること1週間前の9月20日、ドジャースの本拠地で同じくロッキーズ戦が行われ、大谷選手は5回に2試合連続となる52号逆転ツーランを放ち、52個目の盗塁も成功。4打数3安打2打点1盗塁と大暴れ状態となりました。 MLB 公式のロッキーズ地元中継は試合後、ブラック監督の会見を放送すると、52号本塁打を目の当たりにしたブラック監督はこうリアクションしたのです。真ん中高めだったが、彼は才能を見せた。腕を持ち上げ打球を飛ばせる。彼の強さと才能を見せた。その52号となった一打は、打球速後 110.1 マイル、約 177.2 キロ、飛距離423フィート、約 129メートル、という大飛球。センター左のスタンドへ飛び込み、場内が熱狂に包まれると MVP コールが鳴り止むことはありませんでした。この地響きのようなスタジアムの反応もあって、ブラック監督は大谷選手の衝撃弾に呆然としたのです。つまり、この1週間前の衝撃があったからこそ、54号本塁打に対する脱帽状態の会見につながったのかもしれません。思えば、今シーズンは大谷選手の活躍に称賛と驚嘆の声を上げる敵チームの監督が相次いだシーズンでした。特に印象的だったのが、あの偉業を成し遂げた時でした。勝負を選んだ瞬間、敬遠しなかったマーリンズ監督の真意に迫る。9月19日、記憶に新しい、マイアミマーリンズの本拠地ローンデポパークで達成されたメモリアルなニューレコード。そう、大谷選手が成し遂げた前人未到の 50-50。 この記念すべき一戦で、試合後、意外なことにも注目が集まりました。大谷選手が6安打3本塁打10打点と大奮闘だったため、マーリンズ投手陣は勝負を避けてもよかったのではという疑問です。その疑問を投げかけられたのが、マーリンズのスキップ・シューマッカー監督。試合では4対20でドジャースに大敗。敗戦を振り返りながら、話題の中心はもちろん大谷選手のことでした。彼は私が今まで見た中で最も才能に恵まれた選手だと思う。今まで見たこともないことを成し遂げている。史上最高の選手かもしれない。ベンチで見るのではなく、ファンとしてスタンドで見られればよかったなと思うよ、などとアメリカンジョークを交えて相手チームの選手を称賛していました。そして、記者から
自軍の投手がなぜ大谷選手と勝負したのかと聞かれると、1点差などの僅差であれば私たちは敬遠していただろう、野球の作戦上は間違った判断かもしれないと、まずは野球のセオリーで言うと選択は間違っていたかもしれないと認めたのです。ところがシューマッカー監督はきっぱりとこう言い切りました。だが野球の神様のために彼と向き合って勝負しなければならない、野球というスポーツへのリスペクトという意味で勝負することを決めた、つまり監督としては全て覚悟した上での判断だったと明かしたのです。その強い発言に込められていたのは、ファンに見せるためにやる、逃げることはすべきではないといった野球をリスペクトする精神。そして最終的には51号となるこの日、3本目の一撃を許してしまったことについてもブレることはありませんでした。私は大谷を恐れるのではなく、勝負に行った投手を誇りに思う、そうあるべきだ、誰もホームランを打たれたくはない、だが彼は打った、マーリンズにとってはタフな日になったが野球界にとっていい日になった。どうやらシューマッカー監督は大谷選手に脱帽しながらも自分の投手が逃げなかったことを野球選手としての本来の姿だと考えているようです。さらに実はこの試合中、シューマッカー監督の思いを裏付けるかのような瞬間があったのです。試合中、アメリカのポッドキャスト番組ティッピングピッチーズが自社の X を更新、7回にチャンスで大谷選手の打席が回ってきた場面でのシューマッカー監督の口の動きからベンチで何を話しているかを解析しました。それはドジャースが11対3でリードした7回2アウト2、3塁の状況で迎えた大谷選手の第5打席、直前の打席では特大の49号を叩き込んでいたので敬遠してもおかしくはありません。ところがマーリンズは勝負を選択し、その結果左翼席へ飛び込む今季50号を食らうことになったのです。この選択をしたことについて番組ではシューマッカー監督の口の動きで敬遠策を強く否定していたと解析し、その上で、俺はこいつをとてつもなく尊敬しているんだ、歩かせるなんてバカなことできるかと言ったのではないかと推測したのです。中継映像が不意に捉えた敵軍監督の本音、これがその通りなら改めて偽りのない大谷選手に抱くリスペクトの裏返しと言えそうですね。これこそがメジャーの醍醐味、一流の行動が全世界を魅了する。そしてこのシューマッカー監督のエピソードには続きがありました。大谷選手と勝負をした理由を説明したことで、その決断に SNS では称賛の声が殺到。日本人ファンからも、素晴らしい監督だな、投手も勝負してくれてよかった、スコアでは負けたがシューマーカーの選択は多くの野球ファンの支持を勝ち取った、結果より勝負、野球へのリスペクトを優先させた、敵ながらあっぱれ、コメントの端から端までリスペクトしかない、全ての監督は彼を模範とすべきだなど、シューマッカー監督を支持する声であふれかえりました。またそれ以外にも、マーリンズにとってはタフな日になったが野球界にとっていい日になった、勝負し合う選手をファンは見に来てるわけだから、今日のファンは敵味方なしで喜んで帰ったと思いますよ、歓喜の中でも清々しく素晴らしいシーンだったと、今回の決断が野球界にもたらした影響は大きいと感謝するメッセージも相次ぎました。そんな状況の中、大谷選手の上司でもあるあの人も口を開きました。一夜明け、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が会見を開き、シューマッカー監督に称賛のショートメールを送ったことを明かしたのです。それはもちろん、前日の試合の得点機にシューマッカー監督が大谷翔平選手を敬遠しなかったことについて、試合後にショートメッセージを送りました。一流の行動だと思った、ロバーツ監督は敵チームの指揮官が出した答えを一流の行動と評価したのです。それはお互いチームを率いる立場だからこそ理解できる胸の内なのかもしれません。さらにロバーツ監督はこうも続けました。何度も言っているが、あの瞬間は私たち全員より大きなものでした。避けるわけにはいかない状況で正しく対処した。やはり同じ野球人として、あの判断はリスペクトに値するものだと考えているようです。もちろん大谷選手が自分のチームの選手である以上、勝負してくれた方がドジャースとしてはありがたく有利になるはず。とはいえ、それを抜きにしても、あの状況での勝負はメジャーリーグの監督であるなら決断すべきとでも言いたげな様子でした。そして会見ではもちろん、アメリカメディアから大谷選手の快挙に関する質問も矢継ぎ早に続出。ロバーツ監督は、私の野球人生において最高の一試合だった、翔平が一試合で成し遂げたことは最も感動的なものだったと、チームを率いる監督としてというよりは
一野球人としての感慨深い思いに浸ったことを話していました。加えて、記者からその先として期待されている6060という異次元すぎる記録については、もしかしたら彼は狙ってるかもしれない、そこは誰にもわからない、全く現実的ではない話だが、彼なら何でも可能にすると笑いと真顔を交えて答えていました。質問に対する答えになっていないかもしれませんが、わからない、できるかもしれない、そう答えるのが精一杯なのかもしれません。それでも話しているロバーツ監督はどこか誇らしげでした。監督たちを胸熱にさせてしまう大谷劇場、それは決して夢物語ではなく、メジャーリーグを見続けてきた重鎮たちの目の前で起きているリアルなのです。いつの時代も監督は選手を指揮する先輩であり、上司でなければなりません。しかし、その選手のポテンシャルがかつて見たことのない次元に達していれば、監督といえども選手に敬意を払わざるを得なくなります。次元を超えたプレイヤーである大谷選手は、そんな現実をリアルに体現してくれました。もちろんこれからもメジャーの重鎮たちの前で新しい伝説をいくつも見せつけてくれることでしょう。敵将からの敬意が止まらない敵軍監督を胸熱にさせる大谷の真骨頂について、感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタン、通知音を押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。